乾杯。吉川明です。いつも日本酒女子の酒講座をご覧いただきましてありがとうございます。さあ今からラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度生放送です。毎度おはようございます。なにわのアナウンサー寺谷一樹です。いきなり乱入しましたけどもね。そうですね、はい。うん、さあ今日はね、番組に新潟の名酒八海山の方来てくれはるんやね、はい、夏のお酒の話ができます。あとじゃん、番組のクリアファイルできました、うん、こんなんでね番組盛り上げております。なんかアッキーと YouTube を今ジャックしてますよね。本当ですよ、撮らないでくださいね、うん、はい。まあ、でも今日はね番組の中でお酒の話いうことで YouTube と連動、一石二鳥、面白くなりそう。一樹のいろいろ万華鏡、夏に乾杯ということで、夏に美味しいお酒大特集です。朝から酒で盛り上がるっていうのはこの番組ぐらいのもんですけれどもね。ならではですよ、はい。コメンテーターはひろたのポン酢でおなじみの手作りひろた食品赤羽さん、そしてお客様でございます、新潟の名酒八海山から八海山大阪営業所の若井雅人さんです。若井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあ、今日はね若井さんには八海山の地ビールと夏酒を持ってきてもらいました。ライディーンビール素晴らしい。これなんでライディーンって言うんですか。僕らがお酒を作るときに、はい、仕込み水って言って、水にはまあかなりこだわっているので、はい、水が雷電様の清水っていう新潟の名水百選を使っているんですけど、その雷電様の文字をちょっともじって、うんうんうん、洋風にしてライディーンっていう風に。八海山というとね、まあ、ラジオを聞きの方も新潟の名酒、つまり日本酒のイメージが強いと思うんですけど、はい、いろんなお酒作ってはるんですね。僕らは生活を、まあ、食を通じてアルコールを通じて食を豊かにしたいっていうので、うん、まあ、お酒はそれぞれ免許が分かれてるんですけど、はい、まあ、免許を取得して、うん、こう何ですかね、まあ、お酒も作りますし焼酎も作りますし、うんうん、もちろん梅酒やビール、あとはまだ販売はしてないんですけど、はい、まあ、そういうスピリッツ系の免許も持ってますし、うん、はい、少しでもこう皆さんの生活に豊かになるためのアルコールをこう提供していきたいなと思ってます、はい。じゃあまずこの IPA、はい、これで乾杯しましょう。乾杯。なんで朝8時台からビール飲んでるの。幸せですね。幸せよね。香り、ええ香り、うん、うん、はい、赤羽さんコメンテーター。あ、私この味好きです。どう、これは私だって、ね、うん、地ビールが大好きで、酵母酵母っていうのが好きなんでしょ。うん、今みたいなのが好きなんですよ。飲みやすいですね。いや、これはいいですね。じゃあ今度新しく、ま、今週末っていうか、はい、もうほんまに明日明後日ぐらいに出てくるこの IPA の、はい、セッション IPA です、ね、セッション IPA はさらにこれよりもっとすっきり、そうですね、うん、アルコール度数が今これ 6%、 あ、割と高めなんですよね、はい、で今度こっちはまあそのセッション、うん、まあ、ドリンキングセッションっていう頭文字なので、そのダラダラ飲むためにちょっとアルコール度数を下げて 4% になってます、うん、で、まあ、日本酒もそうですけど、アルコール度数を下げるとちょっと水っぽくなるんじゃないのとか、そういう心配があるんですけど、そんなことはなく、しっかりとした今の華やかでこう爽やかな味わいをしっかり残して、うん、まあ、そうですね、より爽やかな感じになってます。夏酒の方も今日お持ちいただいたんですよね、はいはい、これはどういうもんなんでしょうか。はい、特別純米原酒、生詰めのお酒八海山なんですけど、はいはい、夏の、まあ、暑い日に、うん、なんていうんですかね、やっぱりビールでこうググッと喉を潤すのもいいんですけど、はい、やっぱり日本酒のうまみ、うん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 、暑い日にキンキンに冷やしても味香りが消えないようなお酒の設計をして、うんうんうん、本当に冷たく冷やしてもらって、うん、冷たいのが下がってくるって分かるぐらい冷やしても味香りがしっかり残るようなお酒作ってますので、これも行きましょう。じゃあ、はい、早速、はい、日本酒って本当にね、うん、冷やすと旨味とか香りとかもね、うん、ちょっと分かりにくくなってしまうんですよ、どうしても、ね、あ、普通はね、普通は、普通はね、うん、はい、なので私は楽しみです。あ、そう、味わい香りがする、うん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 、さあ赤羽さんもこれ言ってくださいね、はい、夏酒でございます。うん、特別純米なんですね、これは。ということは、一回だけ火入れしてるんですか。そうです。出来上がった時に火入れをして、貯蔵をして、出荷する時に、うん、本来は火入れをするんですけど、その火入れをしてない状態です。なるほど。ではでは、再び、乾杯。どんな番組なの。2回目の幸せが。はい。あのね、フルーティーですね。香りも華やかです。うん。うん。あ、ほんまや。あ、美味しい。あ、これ危険なお酒。あの、はい、どうぞどうぞ。
実はこれ原酒で、はい、通常よりアルコール度数が高いんです。高い、うん、飲みすぎてしまうと後でダメなやつです。好みもちゃんとするんですけれども、うん、味もあって、はい、で本当にね、あの岡井さんおっしゃる通りに、うん、この喉の五臓六腑に染み渡るって言葉が、うん、もうそのままもう当たるような感じ、うん、さーっともう通り道が分かるんですよ。日本酒の業界として夏酒っていうものの定義はないんですね、うん、各酒蔵がそれぞれこう、まあ、2007年8年頃からまあ生まれてきた言葉なんですけど、はい、まあ、僕らの場合だとその夏、これ原酒なので、うん、ロックにしての日本酒ロックでってのはあまりなんか、ね、イメージがないと思うんですけど、うん、原酒なんで、うん、ロックにして冷たく飲んでもらう、うん、であとは生酒なのでそのフレッシュさ、爽やかさが夏の暑い時に、うん、まあ、そういう考えで夏酒、僕らは夏酒をそういう風に定義してますし、本当に多いですよね、夏酒お酒が主役っていうことはあまり考えてないです、はい、今日みたいにこういう美味しい料理を用意していただいて、うん、美味しい料理食べながら美味しい料理の邪魔せず、うん、楽しい会話の邪魔せず、うん、ついついお酒が飲めて、うん、あ、気づいたら今日はなんかすごい楽しかったなで、今日考えたら、あ、今日飲んだお酒八海山だったなっていう、もうそういう一歩引いた、なんていうんですかね、美味しいお酒じゃなくていい酒を作りたいんです。あの飲み焼きしないというもうお料理の良さを最大限に引き出してくれるようなお酒なんですよ、うん、ポン酢のジュレを使ってるわけですよね、はい、はい、ジュレを使ったお料理を何品かご用意させていただきまして、はい、酸味があるでさっぱりとお召し上がりいただけます、うん、はい、おそうめんツルツルっていう風にいきます、はい、ステッチうん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 、うん、誰か喋らなあかん若井さんどうですこれ、なかなか合いますよね、はい、このジュレだけでも飲めますよね、はい、横にこぼれたやつつまみながらですよね。というわけでオンエア無事終わりました。今日はね、八海山の若井さんとあと素敵な料理をですね、手作り広田食品の赤羽さんに持ってきてもらいました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。朝から乾杯で盛り上がりましたね朝酒幸せでした幸せでしたね、今日もね、一日こうね、元気に過ごせそうですね、うん、そうですよね、はい、あと、アッキーの YouTube もぜひよろしくお願いします。あと、赤羽さんの新曲、はい、YouTube で、はい、はい、なんていう曲でしたっけ、あの日に帰れたら、あの日に帰れたら、はい、赤羽直美。あと、八海山さんは YouTube はないのかな、あの YouTube は酒造りをあの YouTube で流してますので、うん、八海醸造株式会社で検索していただければと思います。なるほど、それぞれお二人 YouTube あるそうですから連動していきましょう。ということで、アッキー締めをお願いします。枝谷さんにね、進行を乗っ取られましたが、ぜひ皆さんこれからも日本酒女子の酒講座見てください。ということで、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。